カメマルコです。はい、皆さん、今回はですね、この前開催された幕張レプタイルワールド、そして同じ会場で開催された幕張プランツワールドの同時開催のイベントに行ってまいりました。イエイ。はい、ということで今回はね、幕張メッセで同じホールでですね、爬虫類イベントと植物イベントが同時開催ということでね、初めてじゃないですかね。で、それでね、ちょっとやっぱり植物も最近私も気になってたのでね、行ってまいりました。いやね、幕張メッセ自体すごく久々だったんですけども、まあ初めてだったからか、植物のお店は思ったよりはちょっと少なかったんですけど、でもね、やっぱりいつもより植物のお店がたくさんあったので、すごく見応えがありましたね。で、今回ですね、いろいろ、購入してまいりました。じゃじゃーん。で、今回はね、ちょっといろいろ紹介していきたいと思います。あるお迎えもございますのでね、ぜひチェックしてみてください。それではレッツラーゴー。はい、ということでですね、早速いろいろね、ご紹介していきたいと思います。はい、まずこちら、じゃじゃん、じゃーん、アートルゴースタさんのインド星神のトートバッグです。はい、皆さんお気づきの方はいると思うんですが、私前回のイベントでも同じものを紹介してて、2つ目です、全く同じやつ。はい、2つ目。いや、マジでさ、可愛いでしょ。マジで可愛いから、その前ね、これ買ったので、本当はもう母親のプレゼントで買ったんですけど、もうどうしてもね、これ見たら自分で使いたくなっちゃって、自分で使っちゃったのね。だから今度こそ母親にプレゼントであげたいと思います。カメコくんね、たくさんこう愛情持ってですね、育ってるから、多分インド星ガメのバッグ喜んでくれるかなと思って、今回こそはプレゼントしたいと思います。アートルゴスタさんすごいよね、本当に大好きよ、絶対行くもんね。はい、そしてなんと、じゃじゃん、こちらアートルゴースタさんのキーホルダーですね、アクリルキーホルダー。これもインド星亀、かわいいね。そうなんです、トートバッグからまたキーホルダーまで売ってるんだよね。まあ、元はあの絵を売ってる方なんですけど、もうほんと素晴らしいよね。だからこうやってね、着てたら絶対可愛いけど、これはもう自分のものです。はい、プレゼントはしないし、アートルゴースタさんのグッズですね。そしてじゃじゃん、はい、ここからモモンガのお菓子、フィッシュスティックですね。最近やっぱりね、普通の爬虫類イベントでもモモンガショップさんすっごい増えたね。フィッシュスティックから、じゃじゃーん、なんとね、めっちゃ気になったんだけど、これ、ドライなお豆腐っていう、ドライなお豆腐のモモンガのやつ、すごくない？どんな感じなんだろう、食べてくれたらいいなと思って買いました。どっちも結構安かったね、多分400円と200円とか2、300円とか。モモンガのおやつって結構安いよね。そしてじゃじゃーん、モモンガの水飲み、これは600円でした。まあね、これはね、一応予備であった方がいいかなって。この夏やばいじゃん、暑くて。でさ、いつもね、水入れをこう入れた時にね、出るか確認してるので、壊れたらもうさ、ちょっと怖いから予備で買っておきました。600円でした。そしてイベントと言いましたらですね、いろんな更新商品のサンプルなども使用できる機会なんですよね。で、いただいたのがまずこちら、じゃじゃん、消臭抗菌っていう消臭剤だね、多分ね、消臭剤じゃない、爬虫類専用の消臭のミストだね、きっとね。これね、体験でいただきました。見てたら、天然成分無加料安心無害ヒュドロアデオミストだって。これから多分お店に並ぶのかなね。ちょっと使ってみようと思います。あとこちら、じゃじゃん、これはまたモモンガのフード、これをサンプルですね。これもいただきました。これはね、私も普段使ってるモモンガフード、例えばこれだけでご飯済みますよっていうフードと一緒のタイプのペレットタイプだね。これは粉末状ではない。こういうのもね、やっぱいろいろ出てるんですね。今度使ってみたいと思います。はい、そしてですね、今回ですね、幕張レプタイルズワールドとプランツワールドが開催されたということで、ある植物をお迎えしてきました。はい、ついにお迎えしました、念願の植物。今回私がお迎えしたのはこちら、じゃじゃーん。はい、皆さん、こちら何かわかりますでしょうか。こちらハエトリソウという食虫植物ですね。こちらですね、なんかテレビとかで見た人もいるんじゃないかな。こうね、葉っぱが
ここ開いてるじゃないですか。例えばこれは口みたいになってて、この中に、まあ、ハエトリソウ、そのままハエとかコバエとかが止まったり入ったりすると口が閉じて、植物がねハエとかコバエを食べるといった植物になります。ちょっと特殊なんだよね。だから肉食植物なんていうの、そうそんな感じで面白いよね。なんでさ、結構うちコバエやばいのよ、爬虫類部屋とかね。だからちょっとそこに置こうかなと思って買いました。聞いた話によると、買った後聞いたんですけど、ハエトリソウって結構あの虫とか止まって食べて口閉じたらそれで体力を消費して枯れちゃうこととかがあるらしくって、ちょっとやっぱりそこ爬虫類部屋に置くかはどうしようかなと考え直し中です。はい、3、4日に1回水をあげたらいいみたいで、直射日光は苦手みたいです。ただ光は大好きなんで、カーテン越しとか窓越しに置いとくといいみたいですね。はい、っていうかついにねハエトリソウ、いやーこれねーロマンない、これめちゃくちゃ昔からちょっとね欲しいな、いつか買ってみたいなと思って購入しました。いやーかっこいい、枯らさないようにねちょっと頑張って育てたいと思います。はい、ということでそんな感じで今回はですねイベント楽しんできました。行かれた方はいらっしゃいますでしょうかね、見てる方でね、なんかこんな、まあ、生き物をねお迎えしたよって方もいると思いますが、何かなんかね植物とかもお迎えしたよっていう方がいましたらぜひ教えてください。以上カメマルコでした。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。